ンポン。ケチー。ああ、この始まり方にも慣れてきたな。あかりちゃん、はい、これ、なんや、とつなげたい。増えってか、夜マック限定。ナゲット5個入り2つにポテト L サイズ1つで500円。コスパ最強かな。急にマクドの宣伝しだすお前はなんや。いや、最近ウエストを気にしているあかりちゃんに、ちょっとしたプレゼントです。嫌がらせやんけ。痩せてて胸のある人間は憎しみの象徴なり。怖い怖い。ね、KP ってなんなんや。よくそ聞いてくれましたなり。語尾やめろ。KP とは乾杯の略称です。ああ、この言葉。なんと、W 候補大賞1位に選ばれました。へ、ギャルはこれよく使ってることなんか。イエス。ちなみに2位はピエンです。何それ？多分これです。ああ、顔文字ね。インスタでよく使われるみたいです。へえ、先生もよくピエン使ってます。そうなんか？リアルで使う感じ？ピエン、知らんがな。このブレ盛りってなんや？ああ、それは、写真がブレてるのに漏れてる写真のことです。へえ、先生も実は持ってるんです。ブレ盛り写真。そうなんか？はい、どん。それはただのブレてる写真だよ。ピンポン。もう12月も半ば、2019年も終わりやな。バフォー。この季節は意味もなく切なくなるんよな。なんでなんやろ。わお、へへへへ。そして、1年をざっと振り返って、今年はあんなことできた。でもこれはできなかったな。とか一喜一憂しながら来年を迎えるんやな。双子と解きまして、豚の角煮と解きます。その心は、どちらもしっかり似ている。うるせえ。何ですか急に。それはこっちのセリフだよ。人が黄昏れてる時に背後でうっさいねん。いやだって寒いから、ボディを温めようかと。お前の脳みそは年中ホットなまんまやったな。もうめっきり寒くなってきましたね。せやな。12月といえば、寒風摩擦。お前んちそうなの？世間ではクリスマスというイベントがあるんや。覚えておき。ほうほう。クリスマスといえば、牛の乳搾り。お前んちそうなの？クリスマスといえば、ツリーとかケーキとかや。覚えておき。ほうほう。クリスマスツリーといえば、ヤシの木。ゴミの木だよ。イメージ真逆やろが。なし。お前今連想ゲームしてんならしばくぞ。わかった。先生には日本のクリスマスとは何ぞやっていうのをみっちりレクチャーしたる。今年のクリスマスは予定空けとき。でもその日はギャル語の練習しようと思ってたのに。何を練習しとんねん。いらんいらん。いいから空けとき。ええー、な。ピンポン。やー、こんな素晴らしいものか 97% オフ。やっすー。またやかましいのがおるな。どないしたんや。あ、あかりちゃんこれ見てください。これ 97% オフなんです。なんやねん、これ。阿弥陀如来。しかも送料無料。ビビたりものだよ、うるせえな。元値320万。高えよ。割り引いて10万。普通に高えよ。なんでこんなん見つけたんや。あなたへのおすすめでめっちゃ押されてたので。お前いつも何見てんだよ。普通の家にはさすがにいらんやろ。いやでも、いつでも拝めますし。いやいや、そんな頻繁に拝むものでもないやろ。神社に行った時とかでええやん。でも、玄関にこれ飾ってあったら圧巻じゃありません。圧迫感は出そうやな。しかも添い寝もできちゃう。できても困るだろうがよ。いやでも、よく考えてみてくださいよ。一緒に布団に入って、一緒にぐっすり寝て、心地よい日差しと鳥のさえずりとともに、気持ちよく目を覚ましたら目の前にこれが恐怖だよ。ご利益とかもありそうですし。まあせやな。いや実は私もこの商品見つけてから早速ご利益があって。そうなんか。宝くじ買ったんですよ。そしたらなんと300円当たりました。わあよかったな。何枚買ったの？10枚赤字じゃねえか。連番で最低金額だよ。ボケなす。というわけで大変お買い得なこの商品はほっとけないですよね。ほっとけたけにしまくぞ。面白かったらチャンネル登録してな。